こんばんは。はい、本日も夜な夜なネイバーズクラブ始まりました。うん、第7回。おお、来ましたね。7ですよ。どうです？長かった？短かった？ここまで。なんでこの微妙な7回とかで言ってるの？アニバーサリーみたいでさ。10回くらいで振り返るといいかもね。うん、そうだね。うん、いやー、なんだかんださ、なんかそんなに負担っていうか、なんていうの、作業量もそんなに多くないだろうなと思ったけど、やっぱりこう、日常の中で一つ増えると、それなりにやっぱり時間も食うし、うん、かほちゃんフルタイムで働いてるし、私は職業があるしみたいなんですね。そうだね、そうだね。まあ頑張ってやってって。頑張ってやっていきましょう。皆さんのコメントを心の頼りに。そうだね。そうだね。あれよ、肩ポッポンのコーナー継続しないといけないんで、皆さんちょっとメール送ってください。そうです。あとそれと Amazon。あ、そうなの。足したんだよね。Amazon の渡辺さん。渡辺さんから連絡をいただきまして、そうなんですよ、祝そう、Amazon プライムに入ってると多分聞けるのかな。 Amazon ミュージックじゃない？そう、 Amazon ミュージックの4ポッドキャストってやつで、そうそうそう、そこでだから Amazon を持ってる人はぜひそちらでも聞いてらしてみてください。いいね、いいね。あとさ、最近気づいた、知らないうちになんだけど、うん、Google ポッドキャストにもうちら入ってたらしいよ。え、そうなの？うん、なんかさ、このほら、アンカーのアプリで見れるのよ。あの、どこで、誰が何のプラットフォームで聞いてるか、うん、アナリクス見れるんだよね。そうそう、ほら、Google ポッドキャストっていうのがある。お、Google ポッドキャストの、だから多分 Google ポッドキャストでも聞けますね。お、OK。 はいはい、まあ、幅広くやっていきますよ。皆さんが聞きやすいところで、この角家の角っこで夜収録しているものがびっくり。この小さい島のね、端っこから違うあのところで発信をされているという。本当だね。そんでだって毎回何人の人に聞いてもらってんの、うん、だってあなた YouTube の方はだってすごい再生数結構、うん、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございますね。はい、あと私のインスタグラムもフォローしていて、すいません。おお、ありがとうございますね。どうぞ。いいじゃないの、いいじゃないの。もうなんか引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当にこんな私たちでございますが。本当ですね。はい、今日何してました？今日のお話でございます。今日のはですね今日は日曜日よ。日曜日。そう ね、日曜初じゃない？日曜初かよ。収録するの、どうだろう。本当、うん、日曜日さ、なんか朝かあのね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるのよ。あ、そうなの。ここら辺最近忙しいね、私。へー、そう。何が忙しいの？なんか髪の毛連続でやったりな。あ、そっかそっか、仕事がね。まつげやったりな。ウェディングも入ってるしや。いいことだ。で、自分の YouTube もやってるしや。うん、ポッドキャストもな。忙しかったんだけど、今日の朝とりあえずさ、起きてさ、適当にちょっとなんか昼ご飯分も作っちゃえっていう感じで、うん、適当に作ったら、走りに行きたかったんだよ。おお、そうね。だけどさ、もうさ、その11時とかさ、そんぐらいだともう暑いじゃん、外。暑い。そう。だからさ、走ることができないわけ、そんぐらいに暑いと。11月とかゆえど、やっぱその時間帯でビンビン暑いで。ビンビン暑い。もう日がテリテリって感じよね。テリなの、本当にもう、うん、テリ焼きじゃない、うん、だから、テリ焼き食べたいね。待ってた待ってた。あのさ、うん、マックテリ帰ってきたの知ってる？あ、本当に、うん、あれは日本思い出す、本当。マックテリ、あ、マックテリじゃないよ、違う、マックリブ。あ、マックリブね、わかるよ。マックリブもテリみたいな感じじゃない？なんかさ、パンがこういう、ちょっと、ごめん、そんな話そうでもいいよね。そうそうそう、なんだっけ、あ、そう、暑いね。あ、そうよ。そう、暑いからよ。家でワークアウトしようと思って、フルボディーワークアウトやったの。まあ、ただ YouTube で見つけたっていう、30分のやつ、公開した30分長い。30分のワークアウト長いよ。しかもさ、選ぶ人選、ちゃんとしっかり選ばんとね。誰選ぶの？めっちゃクソハード、わからんよ。なんか、なんだろう。ちゃんと説明してくれそうだな、この人みたいな。ちゃんとやってくれそうだな、みたいな。なんか、わかる？広告とかも別に真ん中に挟まないで。はいはいはい、わかる？なんかそういう感じのやつ選んだら、きっついあんた、ダンベルずっと持ってんの。
持ちながらの分かる、うん、動いていや辛いやつよ、きつい、きついよ。でも決めたからにはやらんけだからさ、それこそあんた旦那が横で見てるって、何でも見てるだけで疲れる、あーそう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 、一緒やろうやって言うんだけどね。私もね今日やってよ、またアロヨガで。あ、踊り？うん。20分とかだったかな、今回の。長いよね、30分は。30分長い。20分と30分全然違うよな。20分全然私もできる。30分はちょっと結構きつくなってくるわ。でもね、あれやるとさ、やっぱこう、クッてなるよ。マッスルがクッてなる。続けないとね。うん。続けないとね。そうなのよ。そう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 。だからそれやって、その後はエディットしてまた、かほちゃんとのビデオはエディットしてました。姉さんどうなの、こうさ、いっぱいタスクがあってさ、それをこうこなしてって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 、なんかふぅプロダクティブな一日だったってなるタイプの人間なの。とだから夜はああああれもこれもあれもこれも子供がはあはあ、まあね、そうやってディストラクトがこう入ってくるもんね、ちょいちょいね。そう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 、うん、これは予想してなかったけど、この感じの角度で来たかみたいな。ああ、そう、予想してなかったことがね。来るよ。確かに確かに。そう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 。お母さんになるとそこら辺ちょっとペーシェントになるって言うもんね。まあまあね、まあね。まあ、ペーシェントになるっつったって、まあ人間だからそのできる範囲っていうのはあるけどさ。そう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 。まあね、振り幅がね。大変。かおちゃん何してたの？私今日何もしてなかった。今日本当に何もしてなかったのよ。ねえねえ、そういう日大事なんだっちゅうねん。日曜日なんだから何もすんなっちゅうの。もうさ、何もしてない、もう本当に多分みんなが思ってる以上に何もしてない。私もずっと天井見てたもん。あ、私なんてずっと天井見てたなんて、もう自分が高校生ぐらいの時だわ。それが最後じゃね。いやー、なんかね、それはそれでね、あってもいいと思うのよ、あってもいいと思うんだけど、なんか今日いいよ、なんかやるとやる、寝ると寝るほどだるくなったりする日あんじゃん。寝る、いや、わかるわかるわかる、疲れんだよな、寝た、そうなの、寝て起きた時でももう眠いから寝るしかないみたいなさ、なんかどっちに転んでも疲れてるみたいな。そう、なんかさ、じゃあだから今度さ、今度のトピックで私これを言おうと思ってたの、なんで体の変化について話したら面白いかなと思ったの。いや、レッツトークアバウト、レッツトークアバウト、いっぱい言いたいことある、ね、ちょっと年齢を重ねるにつれてさ、そう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 、ちょっと今言い出しそうだからとどめとくわ。あ、そうしよう、この前のネットフリックスみたいになんかな、そうそうそう、やめとけな、ちょび出しな、あ、ちょび出しやめよう、うん、もったいなくなっちゃうからね、やめとこ、はい、そんな感じですわ。はい、今日のテーマいきましょうか。そう、今日はじゃあ姉さんの方からどうぞ。はい、今日は懐かしい2000年ということで、2000年の頃にあった懐かしい話しようじゃねえかって、皆さん好きでしょ、そういう話。っていうのもさ、私たちの多分このビューワーの年代っていうのが、まあ、結構幅広く、ありがたいことにね。そうだね、幅広いんですが、はい、多分ね、そう、私たちって同い年ぐらいかちょっと上、あ、でも同じ年ぐらいかね。あ、まあ始まっ、まあ18歳ぐらいから60プラスワンまで行ってくれてますよ、まあ。そうなんですよ、そんなに幅広く言ってるから、2000年って言ったところで多分みんなが何歳だったかっていうのは多分ね、バラバラなんだけど、私は2000年が多分ね、中学生ぐらいの時から、うんとね、旦那と結婚した年が2010年なの。だからそうだね、2000年、うん、そうだね、2000年が2010年ぐらいだと、そうそう、私の場合2000年でだからみたいになっちゃった。かほちゃんと私が6歳違うんだよね。そういや、だからあなた13歳だったでしょ、2000年の時。そんなぐらいだと思うの、中学生ぐらい。私6歳、え、サバ読んでる、まあ、about でいい、22、あ、7、7歳よ、7歳だからあなた13歳よ、そしたら OK じゃあ、いや、そんぐらいの、okay、7歳から2010年だと今からだから17、18ぐらい、高校生ぐらいでしょ。そう私中学からその自分が結婚するまで、かおちゃんは小学生の7歳だから、うん、それからそうだよ、高校生ぐらいだね。そうだね、ぐらいの時代の話なんだけど、懐かしくない？2000年だよ。てかさ、自分の子供、まずキャメロンが2012年に生まれてっからさ、そっからちょっとバグってくるよね。そう、あの2000年以降に生まれた子供全員もうなんかハーンってなる。だってさ、私あの留学生の子たち2人うちに住んでた子はあるけど、うん、あの子たちもそうだもん、2000年のなんか
とかに生まれたとか言って、意味が分からんでしょう。マジそんなまだ 3,4 歳じゃないのみたいな。そうだよ、えギリ昭和だっけ、あ、no, no, no. 平和、あ、平成ギリ平成だっけあれって。え、そんなことない、ギリ平成はもっともっと上よ。だってあなたまだ平成生まれじゃない。俺昭和だから、俺がギリ昭和の人だから。あー、そっかそっか、昭和62だ、私平成5年だもん。 No、 平成なんだ、うん、平成ジャンプだよ。やっべークソガキだったんだな。何がでもさ、ここが6歳は誰って言ってもちょっと面白いよね。うん、面白い、面白いよね。そっか、6歳も離れてんのか。そうだよ。でもさ、ほらやっぱ私が今29であなたがだから20、35、うん、もうここら辺の年代に来るとさ、この年の差ってあんまりこうなんていうの、分かんなくなってくるっていうかさ。そう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 、なんかでもさ、アメリカ住んでるからっぽいのでもなくない。あ、まあ、それもあるかもしれない、うん、結構こっちで知り合う人、私年上の人が多いんだけど。あ、本当？うん、全然気にして、死にやしない、あっちもしないしこっちもしなくていいしっていう関係性だからいい。そう、2000年よ。だからさ、2000年に懐かしかった話をしようかって、私はちょっとちょびちょびと持ってきたよな。お、じゃあまずは姉さんの。はい、まずですよエピソードからお願いしますよ。あのね、こう考えた時にさ、なんか面白いことあったかなって、いや、そりゃいっぱいあったんよ。でも10年長いからね、だってね。そう、爪痕を残すように覚えているのがまず一つ目。あのですね、私が中学校3年生の時だったんだけど中 3? 中3だから私、うん、13、14歳とかよ、うんね、一番やばい時期の年齢よなやばいかよ。中2、中3はもう一番やばいそう、もうさ、うん、子供からちょっとこうね、大人になる時期だからね、うん、そう、その時にさ、初めての彼氏ができたわけですよ。 OK? いや、OK? あのね、学年でもね、あの一番頭がいい人だったの。おお、そんないいやつゲットしたの、うん、いや、そう、いやそれでさ、まあ、すごい大好きだったの。で、あのさ、やったって感じじゃんか。付き合い始めました、うんうん、で、その年代の子がさ、こうどういう風にデートをしたりとかするかっていうとさ、うちはね、電話とかはしなかったんだけど、まあ、電話してる子も、してる子もいたよ。その時期コムとかあった？あ、家電のこと？うん、ウィルコム。あ、ウィルコムあった。でもね、みんなそれは持ってなかったな。その前例の時は家電で、呼気で電話するとか、そういう感じ。あ、はいはい、まだ家電の時代だったもんね。そう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 。で、私たちは別に電話とかはしなくって、なんかさ、彼がさ、その野球部に入ってたわけよ。野球部でもね。坊主だった？あー、イエス。軽い坊主。野球部、ジョーさんってあんた。ごめんね、旦那よりこんな話ちょっと聞いてて、もしかしてのぞみさんも本当になんてダメねとか思うかもしれんけど、青春の話ですからね。思い出させろっていうの。そう青春だから。そうそうそう。それでさ、あの、彼は野球さんで、野球の部活をさ、私は待つわけ。一番最後終わるまで待つの、はいはいはい、で結構遅いんだよ。でさ、うちのさ、地元はさ、あの冬の時期とかになるとさ、もう暗くなるのがめっちゃ早いの、うん、だから6時7時とかになるとさ、まあ暗いんだわ、うん、マジで寒いし。で、まあさ、そういった時期でもとりあえず待っての、そっから一緒に帰るっていうのをやってたわけ、うん、だから帰りは結構一緒に帰ってたんだよ、うんうんうん、でもさ、方向がさ、学校があるとしたらさ、方向がもう真反対だったのね、はい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 、だから、じゃあ今週は私の方向に一緒に帰ります。で、そんなそこまで遠くならないまで行って、じゃあねって言って、彼はこの U ターンして家に帰るわけ。すごい距離じゃない？そう。で、だから家のところまで向か、あの、一緒には行かないよ。そうするとものすごく到着な、遠くなっちゃうから。だから本当に学校と家の真ん中あたりぐらいまで一緒に行って、でその後 U ターンして帰るみたいな感じだったわけ。で、私もその逆を、だからこうちょっと週で、うん、分かる、交代しながらみたいな、うんうん、で、ある日ですよ、その日さ、彼のお家の方向に帰ってったわけ、一緒にね。で、なんかちょっと多分公園だから座って喋ったかなんかしたんだと思うんだよね。で、その後にじゃあね、バイバイっつって帰るじゃん。自分で一人で歩いて帰るわけ。結構遅いよ、うん、多分。でもその時は夏だった。 OK、はいはい、でこうやってさ、反対側帰ります。でその時に、ね、自転車に乗ってたの私、うん、ね、チャリ通だったから。で自転車に乗って帰ってて、その時期さ、学校のさ、何の授業、あの、星とかを学ぶ授業って、理科、理科じゃないかな、うん、そう。でその時期さ、そのさ、理科の授業で北斗七星とかを学んでた時期だった、はいはい、で私はものすごくそれがさ、頭の中に残ってての。で、
夏で自転車乗っててさ、あのちょっと暗くなって感じで星が出てきてめっちゃ綺麗だったわけよ。もうさ田んぼだからすんげー見えるので、自転車乗る夏、じゃあ夏の大三角形だな。あ、北斗七星見えたっけ。北斗七星見えたって。あ、本当鬼見え、全然、OK、めっちゃ綺麗です。自転車乗りながら漕ぎながら、私はなんとさ真上を見ながらさ、あ綺麗だなって言ってずっと自転車漕いでたの、田んぼの中、うん、OK。 そしてそのさ、その瞬間にさ、ガガ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 ガって落ちたんだよ田んぼに落ちたの。あんた田んぼならまだ良かったんだけどさ、それより全然深い、なんかなんていうの、あそこって、あ、溝みたいなやつ、もうもろ溝、なんか2メーターぐらい下のさ、2メートルぐらい下のところ、言うよね、田舎ってさ、こう田んぼのさあぜ道とその田んぼの間にこう水を流 すあ、なんていうんだろう、そんな感じのところ、水路みたいなやつでしょ。いや、まあコンクリートでできてるんだけど、そこにさバカガガガガって落ちたの、自転車ごと自転車ごと落ちたので、あの落ちたじゃん私、自転車と一緒に、うん、やっべどうしようかなと思ったの、かなり深い、でもね、でそれでさパニックになって、でさとりあえずさ、その時に私携帯持ってたのかな多分、うん、なんか分かんないけど連絡取れたわけ彼に、はいはいはい、で彼にとりあえず連絡したんだよ、あのささっき別れた後にねとか言って自転車こいでてさっていうのを説明して、でそれでまあ溝に落ちたと。Okay? だけどさ、そのさ私たちの年齢的にはさ、もうさ一旦家に帰ってそのぐらいの結構遅い時間だったらさ、また外出てるなんて親に怒られちゃうからダメだわけ、うん、できることないよね、もう彼にもね。そうそう、なんかさあの枠だとさ、親はさ、あ部活終わって帰ってきたのね、うん、だから、うん、その後外出るとかおかしいじゃん、うん、だからあの落ちたんだって言って、助けてほしいんだけどって言ったんだけど、まあ、彼の家も厳しいおうちだったからさ、迎えに来れないわけよ、うん、助けに行けないわけ、結構離れてるし、うんうん、だから無理って言われちゃったわけ、いい感じ、いいように無理って言われちゃったので、気持ち分からなくもないから、あ分かったって言って、うん、で私はどうしたかというとさ、まあ、とりあえず考えるわけよね、どういうふうにまた空を眺めながらね、そう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 、おかんに連絡して、いや違うだろうっていう、お母さん嫌だったんだ、電話したくなかったんだ、そうだね、そうだね、遅くなった理由とかさ、多分ほらこう彼氏とかその時言ってんかったんじゃないかな、まあ多分言ってたけどね、わかる、うん、そう、それで、そしたらさ、散歩、犬を散歩してるおばちゃんとか通ったの、でもさ、真っ暗だからさ、わかる、私が溝にさ、真っ暗なんだけど、うん、なんか溝になんか大きいものが動いてるみたいな感じだったんじゃない、で、私もさ、隠れる、でも隠れる、あれね、助けてくださいっていうわけにもいかんじゃん、でさ、そのおばあちゃんはさ、犬の散歩しててさ、私を見たんだけどさなんか見ちゃいけないもの見たみたいな感じで行っちゃったのよ、ああやばって思ったんだろうね、そう、でも私はその時にもう自分の心の中でもうできる私自分でってもう覚悟を決めたから、うんうん、張り登ったわけ、すごいね、自転車も一緒にどうなってえ、だからさ、なんかわかんない、とりあえず一番最後の最後 あの力を振り絞ったんよ、火事場のバカ力みたいな、Yes! それすごいね、そう、それで帰ったっていう話、結構怪我してなかった、しなかったんだよ、綺麗に落ちた、本当にこう分かる、ああザザザザザザーみたいな感じで、あの倒れてズズズとかじゃないから、そのまま綺麗にこう自転車で一緒に2メートル下に溝にザーン、ダブルオーセブンじゃん、しかもさ、そのさ溝のところさ泥詰まってたからさ、ちょっと足のあれよ、あのちょっと入るんよ、うよくやったねっていうのが爪痕。私その逆パターンで言っていい？何？私さ中学生の時、中学卒業して高校に行くまでのこの時間があって、あ冬休みかな、あるよね、うん、最高の時期でしょ、そうで卒業、中学卒業して、あって冬だったのよその時、うん、なぜだかその仲の良かったグループで朝日見に行こうぜってなったの。もうなんかあの時の青春のさ、はい、もうなんかさ、何でもできる。そう、何でもできるみたいな時期に。うん、で、あの時はね、そう、海まで、うち結構神奈川だからさ、海まで歩こうと思えば、うん、まあ歩けない距離ではないけど、はいはい、結構時間かかるよ、何時間も。はいはい、でも歩ける距離なの。うん、で、その時は俺何でもできると思ってるからさ、みんなで行けば大丈夫みたいな。はい、朝、日の出を海で見るってなったら、朝、何時よ。
3時とかにもう多分集まって集合して、あ、そっか、何時間も歩くもんね、そっから歩く、そうそうそう、すごない？なぜだかそんなことやるってさあ、はで朝起きて朝 3時か4時とかそんくらいよ。でなんか私いつも遅刻魔だからさ、で電話で友達たちが近くのその家の近くの大きい道路のとこまで来て連絡してくれて、はいはい、もう俺ら来てるよみたいな、あ、じゃあ今行くって言って、私結構焦りながらさ、靴をこうなんて言うんだろう、かかと踏むのが癖でさ、ちゃんと履かないでかかと踏んだまま、あ、スッスッって履いて、そういうやつ、それでこうやってなんか軽くこう歩走りながらそこまで行こうと思ったのよ。したらさ、家出て20秒後ぐらいよ、うん、なんかカサ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 って、そのうちの目の前のこう小さいこう道路っていうかさ、うん、でさカサカサって音がしたの、左側から、うん、自分の、うん、なんだろうこんな、でももう当時真っ暗よ、冬の3時とかだからさ、はいはいはい、え、何って思ってさ、パッて見たらさ、あの電柱の下におばあさんが座ってたのおいおいおい、ちょっと待って、あれですよ、つかみって感じ、おばあちゃんが座って汚いビニール袋をこうやって持ってなんか喋ってたの、一人で、やばい、あ、ついに見てしまったと思ったわけ、私は、あ、お化けと思った、もうついに見たって思って、そう、yeah. あーって思ってやばいって、もう自己防衛本能でさ、そっからガーッと走ったわけよ、はい、でもさ、私靴ちゃんと履いてないし、うん、もうやばいって思ってさ、めっちゃ猛ダッシュしたわけ、うん、もう今までにない全速力よ、うん、もう多分頭の中でもういや本当にやばいやつだと思ってるからさ、ついてきてると思ってるわけよ、ここの中では、頭の中ではね、うん、でもやばいと思ってカッカッと走るんだけど、靴半履きだから、うん、この道路のコンクリートのちょっとしたこうディップみたいなところにカッてつまずいて、いやパーンって、もう全身で転んだわけ、もうものすごいスピードで突っかかって全身でぶつかったみたいな、しかも多分ね、もう頭の方からガッていった感じ、もう手とかもほぼほとんど出てない、もう体ごと全部で倒れたって感じで、はいはい、でももうそれどころじゃないから、多分もうコンマ1秒ぐらいの速さで、もうギネス記録みたいな速さでさ、立ち上がってまた走り出して超見てそれでさ、友達たちがさ、なんかおーいとか言ってさ、あの歩道橋の上でさ、こうやってさ、ジャンプしながらさ、ここ揺れるとか言ってバカなことしてるわけあんた私そういうことじゃないよみたいな、はいはい、私お化け見たみたいな、うん、なんかそういえばでもお前なんでジーパンそんな切れてんのって言われて、えと思ってさ、自分の足見たらさ、転んだ衝撃で膝全部ブワッて切れてて、ジーパン、あはでさ、まあ、冬だからもちろん厚着してるわけ、ジーパン着てるしジャケットも着て、もうパーカーの上にジャケットとかさ、はいはいはい、でもさ、転んだ衝撃でさ、ここのあなんて言うんだろう、座骨のところの骨が出てるとこあるじゃない、この足の付け根のところ、うん、そこがもうさ、ジーパンの下なのに全部ガリッガリに擦れてて、うん、もうちっちと、もうなんかもうベロベロ皮膚がここ、ああでさ、まあ、でもそこまで気づく、つくまで気づかなかったわけよ、そんな状態になってるってことは、自分が、ああうわやっべと思って、うん、でももうそんなことよりあなたたちみたいな、私さっきおばあちゃん見ちゃったのって言って、うん、したらなんかもうそいつらのバカだからさ、え、じゃあチェックしに行こうぜって言って一回戻って、そしたらいたおばあさんいた、ちょっと待って待って待って、何してたの、袋持って歩いてた地方署かな、うん、多分ちょっとそういうちょっとね、なんかちょっとご病気の方かなんかが夜中に徘徊されてんのを、うん、それだべ、たまたまピンポイントで私たちが朝日を見に行こうぜって決めた日の夜に歩いてるところで私が鉢合わせしちゃって、oh, no. そう、ね、そのさ、ビニール袋は何だった？え、それカオちゃんに喋ってたの？いや、私に喋ってたわけじゃない、あ、まあ、彼女は彼女で自分の一人でなんかしてたんや、そう、なんかもそ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 もって喋ってて、あ、多分地方省かなんかけどね、そうそう、で、なんかもうパジャマみたいな感じよね、だからね、あー、オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、絶対そうじゃん、やばかった、でもだから多分逆の立場で言ったらあなたのその事故現場を見た人やっべーって思ったよね、見ちゃった、子供いたわ今みたいな、あそこの事故で亡くなった例だわって思ってる、あ、いやだ、怖いじゃんか、多分それ家帰って話してるとあんなにやっべあいの見ちゃったついに って助けてよっていう話だったんだけどね、あれはねでも暗いところでお互いにってなったからさ、わかるってなった
からさ。でもさ、そういう怖い時ってさ、もう声も出せないじゃんね。なんか、あ、大丈夫ですかとか言える余裕もないんじゃない。それさ、夢だよ、夢の中でさ。夢の中で。あるある、うん、あるある。どんなに頑張ってんのに出ない。ある。そうそう、出ないわけ。絶対に出ないよ。あと走れないよね、もうね。走れない。走れないんだよね。あの夢のやつも怖いよな、うん、怖い。でもそういうの見る時期って大体結構精神的に疲れてる時期だったりする。うん、そうだね、うん、若い時ってでも結構そういうのあったかも。あ、本当に若い時、うん、私子供産んでから結構多かったな、うん、あ、本当、うん、なんかね、初めてね、こう寝私が寝てる時にさみたいな、僕からこう動き回ってるわけ、寝ながら私が、ね、ベッドの上で、で、うちの旦那に、おい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 みたいな、起きろ起きろ起きろみたいなっていうのが一回。それはキャメロンがすごいベイビーのすごいおっぱい上げてる時の時期。もうめっちゃ疲れてたんだろうね。全然疲れてて寝てなくってさ、 あの部屋の自分がもう夢の中では自分がお部屋の中で旦那と寝てるんだよ、うん、だけど部屋の角っこに人がいるっていう夢なの。怖い。で、声が怖いんだけど起きない、自分が起きてこうやってできないの、なんか。わかる？怖い。そうそう、そういう夢だったね。夢の話でいくと、うちのお父さんもさ、結構そういうのが多くて。うちのお父そういうの多いのよ。はいはいはい。なんか言ってんなって。っていうのが面白くね。でさ、うちのお父はその、あ、多分姉さんの好きなアメリカのこう刑事ドラマとかが好きなわけ。うん、NCIS、コールドケース。絶対の話。あと、クリミナルマインドとかそういうのもずっと見てるわけよ。はい、ずっと見てて、多分もうそれが夢の中に出てきちゃったの。自分がもう刑事になっちゃったんだろうね。さ、夜さ、なんか、テレビ見てたんでね、うん、でそこの横でなんかお父さんが昼寝っていうかもう仕事から帰ってきて、うん、なんかテレビ見ながら寝落ちかなんかしたのかな、そしたらさ急にさ「って言って「逃げろ」って言われて「えみたいな「何どうした?」「おっさんか逃げろって何?」って「逃げろ」って言わ何パパどうしたの?」って言ったら「撃たれた」「背中撃たれた」違う背中撃たれた逃げろっていうパパ大丈夫だようちだよってもうさ完全に自分の中でもう多分その刑事ドラマの中で捜査をこうねケースを追ってたら後ろからパーン撃たれたんだろうねでそこにまだカホがいる逃がさなきゃやばいやばい自分の娘もいるんだからさ娘だけは守らないとだよお前この汚いリビングのお前ソファーの上だぞみたいな逃げろ汚ねえわ余計だろ汚ねえわ面白かったパパパパっつったらああなんで言ってたつって力背中から血が出てるって言ってた怖いよねでもその時言われた時怖かったでしょ。いや、寝てる人が喋るってすごい怖いのよ。怖いよね。だからそういうの結構うちのお父さん多くって、あとねこの前本当に 2,3 年前よ。はい、あのおじいちゃん家でさ行ってこうやって顔の字で寝てたの。いつもなんか大体畳の下の部屋でさ。いや、おばあちゃん家うちもそうだった。じゃん。顔の字。大体もう適当に寝るんだけど、うちのお父さんいつもこの一番奥の壁側なの。でさ壁側にさこう。なんて言うんだろうあのさ日本家屋特有のさこうなんて言うんだろう板の間みたいなこう飾りお花とかを置くような間ってあるよねあるよねあのなんだっけ神棚みあ違うね神棚とはまた違うかそうなんかねあのほらこういうかなんか飾るところがあるじゃない板のね畳の部屋、ね、お父さんはいつもそっち側なの、はいはいはい、なんでかっていうといつもそこにね、うん、怖い日本人形が置いてあるのなんでさおじいちゃんおばあちゃんちってさあの置物怖いのこうやってなんか日本人形こういうふなんでなこういう踊ってるやつなんでだったら置かなくていいじゃんって言ってさ置かないとなんか寂しいからじゃんって言ってさなんだやそれそれがもうずっとあんのよもう昔からね、はいはいはい、でそれが起きた時にここでこうやって踊られてると怖いから怖い大体お父さんをそっちに押し合うのよああでお父さんがそっち側の担当だったのそうそうそうでいつもまあいつも通りそっちにお父さんお母さん、はい、私で寝てたわけ、はい、そしたらさ夜中にさカサ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 って音がするの、はい、でさ何だろうなと思いながらも寝てたわけ私が、うん、そしたらお母さんが多分先に起きてちょっと何って言うの、うんでそれで私もパッて起きて、うん、なんか
怖い声してるからさ、お母さんが結構シリアスな声でちょっと何って言ってるから、うん、電気つけなよって言ってさ、電気つけたらさ、お父さんがさ、そのさ、あの壁の方によ向かって歩いてんの。壁ここよ、目の前なの。もうさ、あのゲームの RPG で行けないエリアに行こうとしてるキャラクターみたいになってるわけ。また手トイレがオタクすぎるで、ゲームしてる人とかわかるでしょ。行けないエリア、まだ行けませんみたいなエリアにこう行こうとしてる状態、透明な壁があるみたいな感じよ。うちのお父さん、その壁に向かってさ、こうやって歩いてるわけ。え？みたいな。取り憑かれてるみたいな、ね。そう。でさ、その人形のこともあるから、絶対にやばいやつに取り憑かれてるみたいになって。繋がっちゃうよね、ストーリーが。そっちのゲートに行こうとしてるんだわ、私のお父さんみたいな。うん。パパ、どうしたの？で、パパ、え？みたいなさ。パパ今なんか壁の向こう側行こうとしてたよって言って。わかんない、なんか探しよう探そうとしてたとか、怖いの、もう何言ってんのこの人みたいな、もういいから寝てとか言ってさ、なんか怖すぎてもう切れ始めるんだね、怖いと人間って。そうだよ、もういいから寝てっつって怖かった、なんとか探さしてて。カホちゃんのお父さん、私一回会ったことあるんだけど普通のなんか優しすぎね、うん、なんかもうちょっとかっこいい感じの、まあ、身長高くてね、そう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 、しゃべったお父さんなんさ、その話する、あんたさ、私のさ両親がさハワイに来てさ、あののぞみさん の動画見てんのよ、うちの家族も、うん、さ、なんかでなんかお土産を買ってきてくれて、うん、これののみさんにっていうか、じゃあ一緒にドロップオフしに行こうって言ってさうちに来てくれた、ね、そう一緒に来て、ね、でののみさん家の前にいるからちょっとピックアップしに来てくれやって、おいおいって言ってさ、したらさ、うん、ののみさんがさこうやっての その家で出てくるんだけどさ、ね、出てき方がもうさサイコパスだったわけなんかさ、あの多分初めての人に対してそうなっちゃうんだと思うんだけど、あなたそう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 、なんかドア開けた瞬間さ、なんかすんごいもうなんか超高速でさこっちにさーって向かってきて、もう目めっちゃ見開きながら、お父さんお母さんこれね、あのね L サイズしかなかったんだけどね、すいません、あの男性サイズがちょっとなかったもんね、すいません、あのお母さんにだけこれって、もうなんかさ何の話をしてるか私たち全然わかんないわけ、なんか小包みたいなの持ってきて渡してきてるけど、何 L サイズってみたいな、何かを 何の L サイズかっていうのも言うのをさ、主語が言ってないのよ、すいません、これあのねちょっと男性サイズがちょっとありませんでしてみたいな、オタクの人がすげえ早口で喋ってるみたいなさ、私それ横で見てて大丈夫かなって思って、私はこういうの慣れてるけどお母さんとお父さん大丈夫かなって思ったらさ、案の定二人ともめっちゃ目手になっちゃってちょっと困ってたよね困ってたよね、お父さん一歩引いたぐらいになったんじゃないのやべえやつ来た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 っつってすごかったわ、あの時の勢いな、あなたな、やっぱね、初めて会う人はね、あなちゃん、あなたでも人見知りではないんでしょ、人見知りではないよ、ちょっとさ面白いこと言うかなとか思っちゃうのそれじゃんね、結局ね、それにあだにあだとして出ちゃうやつじゃんもう、お腹から、うん、お腹回りしてた私たちからはさ、もう完全にあのミニーちゃんが出てくるのを待ってるゲストなわけよ、ミニーちゃんがミニーちゃんの家から出てくるのを待ってるゲストなわけ、したらドッパッて開けてミニーちゃん出てきたって思ったらさ、そーってもうすごいキャラクターがしかもそんな距離ねえべ結構あるやん、そこでもさ、あれ走ってて私キッチンから走ってってるから、そうなの、そっからもう助走がついてるからね、そうそうなわけ、そうなわけ、いや子供たちについてこられないようにみたいな感じでさ、すっげえ早かったすいません、じゃあいただきますそう、しっかりさ、お土産も私いただいたぐらいにしてさ、日本からのすごかった、うん、ありがとうございましたね、かおちゃん、ママとお父さん本当に本物よまあそんな寝癖の悪い話になってしまいましたけど、これだけかほちゃんのお父さん話しちゃったらもうあれよ、あれ持ってこないという、次かほちゃんのお父さんの話っていう会話、あ、そうか、うちのお父さんの話いっぱいあるよいっぱいあるよ、家の中で売店作った話とかするいっぱいあんだよそれね、結構かほちゃんと知り合ってからね、まだ浅い時にそれ聞いて
あ、もう長くならなきゃだなと思ったわけ。その時うちのおとんは本当にこれ聞いて、これ面白いよね。あれする、その話ここで。やらなきゃでしょ。今度家族会作ろうよ。あ、家族会作って、あなたのお母さんもやばいからね。えつこじゃなくて、けいこじゃなくて、やすこだって。やすこ、やすこさ、現役ほぼさんだからさ、あんま多分言われたくないと思って。あ、そうなの。そうだからもうあれだね、どうにかこう、でも言うわ。実家の話とかしようよ、今度実家会作ろうよ。あ、いいじゃん、それ面白そうだね、うん、実家会しよう、今度実家会のためにじゃあ売店の話を取っとくわ。あ、オッケー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 。そしたらね、2つ目よ、私が持ってきた2つ目はですね、はい、私さ、高校生の時にさ、高校1年生の時にダンス始めたの。あ、そんな遅かったんだ、結構。そうそうそう、遅かったんだよ。あのね、でもずっとしたかったんだけど、そう、自分でその、うん、トゥイション、うんうん、あのクラス代払って、そう、クラス代を払バイトして払ってって言ってたの、うん、そう、だから遅くなっちゃったんだよ。本当はもっと早くやりたかったんだけどね、うん、それで高1の時からダンス始めて、でさ、もうさ、その時なんてさ、ヒップホップとか踊ってるからさもうさ、すごいんて、わかる、ね、夏休みとかになったらさ、毛糸をさ、大量に買ってきてさ、髪の毛全部にさ、こうブレイズとして巻きつけてさ、そうだよ、毛糸だったや。てか、それ狂ったことやってたわけ。おうおうおう。あとは自分でパーマ、スパイラルパーマをかける。夏休み、うん。それも夏休み。ね。で、茶色いカラコン入れてさ。うんうんうん。あ、まあでも高校生だもんね、そうだね。少し自由だね。夏は基本、あの、ずっと外にいるから真っ黒なの。私ね、真っ黒で茶色のカラコンつけて、そんな格好してたら日本人見えないじゃない、うん、で、ある夏よ、私さ、普通にバス乗ろうと思って、でもその行き先が分かんなかったから、バスってさ、こうバーって集まってるとこあんじゃん、バスの、なんていうの、はいはい、駅の目の前とかだと、そう、ターミナルとか行ってバスいっぱい集まってるとこあんじゃん、うん、あそこの、その案内所みたいなところに行って、そのおばはんに、あの、すいませんって言って、あの、どこどこ行きたいんですけど、どうやって行ったらいいですかって言ったので、それももろ日本人じゃん、日本人で行ったんだよ。そしたらそのおばはんが、はーい、じゃあ日本語わかりますか、行きますよって言ったのよ。で、あ、間違えられたと思って、で、そのさ、私は絶対 に、 あの、にフィリピン系に間違えられることが多かったから、その時絶対、あ、また間違えられてるなと思ったんだけど、うん、あの、自分のね、家の近くに、これ地元ネタでね、ハラシンっていうスーパーがあるので、うちの地元のハラシンって言ったらもうハラシン、ハラシンめっちゃあるんだけど、うん、超サクセスフルな、はいはい、あのスーパー、地元スーパーね、 yes, yes, 超有名なんだけど、何個もあってさ、うん、で、そこの1個のハラシンにおかんと学校終わった後、なんかスーパーでさ、買い物行ってたんよ。で、これでさ、お母ちゃんがレジのところで会計してるときに、ほら、その時って暇じゃん、うん、だからさ、アイスクリーム屋さんがあったから、そこら辺の目の前でこうやって立って待ってたの、うん、そしたら、フィリピンのファミリーがこうやって来たのね。で、来たの、移民でね、で、日本に来たね。そう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 、でさ、そこにいる多分おばあちゃんぐらいな感じの人が、私のところに、あーって言ってガーって来た。やっと見つけたって思ったんだろうね。そう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 、で、私はさ、もう視界に入ってさ、あれ、くる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 よ、くるよくるよくるよ、おばあちゃんめっちゃ、なんていうの、めっちゃ私のことをさ、あ、わかる、もうなんていうの、あーみたいな感じなわけ、うん、やっと会えたわ、会えたみたいなね、ホームから来たのねみたいな。そうそうそう、それで、元気リリピーノって言われたわけ。ごめん、リリピーノじゃなくてリリピーだったかな、なんかそんな感じ、元気リリピーって言われたわけで、私さ、みたいな、もうその時ほら、もうもろ日本人な感じ、もう英語とかも分かんないから、もうどうしていいか分かんなくて、あ、違います、違います、ノーリリピー、違います、ノーリリピーとか言って、てかリリピーっていう、あの、名前がフィリピンに存在するかも分かるんけど、リリピーって言ったと思うの、うん、それとね、もうそっから私リリピー、もうなんか誰かに間違えられたなって思うと、あ、またリリピーノと思われてる、フィリピーノのリリピーノだから。リリピーってなんかさ、言葉なんじゃない？あ、そうだったのかな。すごくね、なんかね、知ってる近所の子みたいな雰囲気で来られるわけよ。わかる？だから困った。面白いね。間違えられたことないの？私ね、結構ね、韓国人に間違えることあるよ。身長高いから。あるかも、あるかも。細身だしね。なん
んかね韓国人は結構多いかな。別にだからといって 何言ったわけじゃないんだけど、うん、韓国人が多いのと、あとなんかさハワイでもさたまにこうなんて言うんだろう、あんまりさアメリカのもうど真ん中に住んでたもんで人種が分かんない人っていうのがたまに多分いんのよね。あ、yes, yes. ニュージャージーいた時でしょ、いっぱいいた、うん、でそういう人がさ多分たまたま私が昔住んでて今度のにあの多分ショートステイホテルみたいな感じでステイしてる人と一緒のエレベーターになったのよ、うんうん、おじさんお兄さんだったかな、うん、でさもう私とお兄さん二人でエレベーターこうやって乗ってさお兄さんさ「Are you Mexican?」って言われて「えみたいな。それは初めてだぞと思って、間違えても、そう、no、ジャパニーズって言ってる、うん、だから多分アジア人も多分そんなにこう見たことがなくって、あ、そうなのか、まあなんかフィーチャー的に言ったらメキシカン一番近いかなみたいなさ、多分そういう感じで聞かれたのかなと思って、やべえ、そういうのあるかな、私ニュージャージーの時、ニュージャージーもなかなか結構あの結構そのさ、ゲトーの方行くとさ、うんうん、もう本当にそのあの、あんま出てない人が結構多い。その場で育ってあんまり旅行とかも行かないし、うんうん、ね、あのずっとそこで育って生まれ育ってるからって人が多かったからさ、あの美容の専門学校行った時にいた人になんかその日本人だっていう話をしたら、あ、Where you from? って言われたわけよ。それで Japan って言ったの、うん、でそしたら Oh yeah yeah Asian food みたいな、 I like Asian foodって言って、で、I like fried rice って言うわけ。で、絶対さ、そのさ、ファーストフードとかにあるさ、チャイニーズレストランのフライドライス、うまいじゃん。パンダエクスプレスのフライドライス、ね。そう、結構舌合うよね。美味しいよ。私たちは多分、うん。だからさ、あーって言ったんだけど、あーそっかって。で、でも私のさ、あの目線からいくと、フライドライスはジャパニーズっていうよりかちょっとチャイニーズなんだよなとか思って、うんうんうん。なんかそういうこと言われたことあるよ。もう全然分かんなかったね。とりあえずそこに見えたアジアフードがフライライスって感じだったんだね。もうね、あの違いがね、別にあんまり分からない。みんな全部一緒って思われるからね。まあ、ね、まあ、同じっちゃ同じ、ルーツは同じですからね、多分ね。そう。まあ、私の中学校だってもう耳のピアス安全ピンで上げてることがいたからね。あ、そうだって。やってたでしょ。うん。やったことある？うん。こう、あの、何、学校が終わった放課後とかに。うわみたいな。それだよ、この一番下の2つは。あ、そうなんだ、成功したもんね、うん、中学。え、だからさ、友達がやるわけだからさ、ほら家でやることかは、家で安全ピン投げることかはさ、最悪もうなんか氷、うんうん、氷でさちょっとさこう麻痺させるんよとかやるんだけども、学校だからもうそのまんまじゃん。今考えたら、まあ、衛生とかもそういうの全然ないよ。最悪よ。結構ひどいべ。もうだって私のないそのクラスメートの子なんて、もうここのさ胸ポケットのところに安全ピン入ってさ、開けるとか言うの。開けねえよみたいな。得意げになってんだよね。うん、開けちゃってる子はね。こうやってこうやってなんか安全ピンこうやって見せびらかしてきてさ、簡単だよとか言うの。お前一回消毒しろやって思うんだけど。そうだよね。うん、潔癖の人がもろそうと思う。もうそのまんま。もうすごいよね。バーンって。だからね、多分一個はちょっとこう斜めになってみたいな感じだもんね。よくやるよね。あ、やったよ、やった。懐かしいね。え、中二病とかあった？何それ？中二病って知らない？何もわからない。中学2年生ぐらいの年齢になると、 あ、まあでもそっか、そういうキャラクターじゃないもんね。私はほらちょっとさオタク気質だったからさ、はいはい、中二病っつうのがあってさ、はい、中学2年生ぐらいの年齢になると、はい、こう手に包帯とか巻いて、うん、そう怪我してんのがかっこいいとか思ったりとか、あと第三の目がここにあるとかさ、なんかそういうさなんていうの、なんかちょっとさあの年齢でやりがちな黒歴史みたいなことが増えてくるわけよ。え、マジで？こっくりさんまではやったよ。こっくりさんやった？わ、中学校の時ね。でもそこでぐらいだよね。何それ、なんかこう変なことがかっこいいとかさ、ちょっと怪我してる、血が出てるのがかっこいいとかさ、なんかそういうからないけど、なかったか。そうか。私はほら結構その頃からもずっとオタクだったから、アニメとか、うん、なんか、え、何、国民の会って、私はやってないよ。私はやってないけど、 なんかさそういう、そういう人がいた、なんか、うん、そういうなんかこう変なことををやりがちな年齢っていうのは多分13歳、14歳ぐらいなわけよ。あー、それで変な年齢って言ってたのね、うん、面白い。みんなそれぞれの13歳、14歳があるよね。13歳、14歳はそうだね。あ
あの頃何だったかな、ずっとだってガラケーだったし、デコメで新年おめでとうを送り、メールが送なんかパン回線パンクしちゃって送れないとか、あ、そうだったね、そんなことで悩んでた時期だからね。そうだよね、そうだよね、そのあの12時になった瞬間、お正月の12時になった瞬間に送りたいわけなんだよね、うんうん、デコメやってた、デコメ、あ、手書きデコメ、うんー、ノー、嘘、じゃあ何やってたの、デコメって何ね、何こういうさ、何重にもこう何列にもなってるやつ、なんかこう絵みたいなやつ、絵みたいな画像でメールを作る、あ、それは私はしてなかった、キティちゃんおめでとうとか、でもやってる人いたよね、うん、すごいよなと思った、うん、あれは日本の文化だよね。え、手書き待ち受けとかなかったの、待ち受け、ポエムみたいな書いてあるキラキラしてる手書きの待ち受けとかしなかった、あー、あったかもしれんけど、自分はそんなに時間を費やしてなかったな。あ、じゃあ完全にそれ私の年齢だね。前略プロフとかもなかったでしょ。あった。あった？それはあったな。あったよ。からのミク、あなたミクシーじゃないもんと。ミクシーの時代だね。そうだね。うん、でミクシーやってたのって20代だよ、俺。高校生と後半とかだよ。本当？うん。ミクシー。懐かしいね。懐かしいよね。私はその時もあれだから、あのアシャンティとか聞いてたからさ。うわー、全然わかんない。私ジャルールとか聞いてたから。ずっと聞いてた。でも完全に多分さ、キャラ違うのよね、私とね、あなたね。全然違うって。私でもさ、さっきさ、ほらダンスのクラス行ったっつってたじゃん。うん、私もちょうどそのくらいの時よ、高2、3ぐらいの時に、うん、ちょっとヒップホップダンスやっちゃった。やばいやばいやばい、いた、いっぱい勘違ってる人いた思って、うん、一回クラスの体験行ったのよ、うん、でさ、できない子とか泣き出したわけ私そういう子を教えてたの、高校3年生から、うんと、そうだね、そう、大人になる時ちょっと先生してた時期があってさ、何、そういうダンス教室で、そう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 、うん、でさ、高校生の子たちがさ、あの初級の子たちを教えてたから、あ、来るんだけど、一番最初の体験とかね、そうだから一番初めなんてさ、アップとダウンから練習するわけ、そう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 、でもそれも分からなくなってもずれちゃってるから私がああオッケーオッケーオッケー、スローダウンって言って、で、できないなら大丈夫だよ、ここからやってねみたいなさ、ほら、どのレベルもさ、ちょっとずつこうさ、ちょっとそれができないなら、じゃあここからやろうかみたいなのあるわけだから、うんうんうん、それでその子に合わせてやるんだけど、うん、みんなができてるのにできないって、その時思って。だって、当たり前じゃ、その日初めて初日なんだから。でもさ、しかもさ、ダンスって、それがダンスになるとさ、余計ちょっと恥ずかしさが加わってきちゃうんだよね。そうなんだと思うの。連れてきちゃった。そうなわけ。頑張ってきたのに、ね。自分は頑張ってきたのに。すっごいわかるわ。で、そのみんなの前で、とか、いろいろ思ってたんじゃないの、うん、周りに人いっぱいいるしね。そうそうそう。それでだんだん多分辛くなっちゃって泣いちゃうとかいう。結構いたよ。そうよ、ダンスは厳しいのよ。厳しいな。私だってその日ついてくるのめちゃくちゃ大変だったもん。うん。弾いて、邪魔、邪魔。やっぱさ、背の高い人がダンスするとさ、もうなんか余白がありすぎちゃって、そこ埋めてほしいなみたいなさ、わかる。そうなのよ、本当に。なんかね、あ、それで言うとさ、私体育、私あんまり運動神経良くないわけ。うん。でさ、体育のクラスでさ、いつも怒られんのよ。うん、なんで？多分身長が高くって、でそのさっき言った余白、うーん、があるから余分な、なんかね、そうだらけてるように見えるみたいなのね。ああ、私はちゃんとやってるつもりなのよ、こうやってんだけど、うん、なんかこの手足のこの余白が多い分、なんかニョロニョロしてるって思われて、うん、いつもおいって怒られるんだけど、えみたいな。それ先生のせいだと思わん？それもあると思う。そ、先生分かってあげないと、ね、いつもなんか怒られてて、うん、でいつも怒られるのもありつつ、うん、スイミング、うちそれ中学スイミングがついててさ、スイミングのクラスやってさ、お前は泳げてないけど体が長いから泳げてるように見えるって言ったそれさ、おめえ褒めてんのか、そう、えみたいな。もうなんかどっちなんだか分かんない。え、つらー、それ体長いとそういうことあるんですよ。身長高いとね。そういうちょっとさ、今なって叱ってやりたい先生いっぱいなってない？今じゃ厳しいって人いっぱいいるよ、あの時代はね。ああ、そうだね、そうだね。だって私高校生の時にこのさ、正座してたわけよ、話聞く時。ただね、こうみんな集められて、ただ普通に授業受けて正座してての、で先生、友達とちょっと喋ったんだよ、うんうん、で結構後ろの方にな、そうそう、こうやってさ、年寄りのじいちゃん先生が来てさ、これだって、このさ、わかる、この、はい、
痛い。あのグーじゃなくってこのさ中指がちょっとわかる、これ折れてんってちょっと飛び出してるわ。一番ヤンキーがやるやつじゃん。そう、それでさボーンだからね、もうここ穴開いたで、頭のてっぺんのとこ本当に、うん、しかもさあの女だからとかないもんね、あの時の年齢の高校の先生、ね、高校の先生も高校の先生でさ、舐められてたまるかって感じじゃん。しかもじいちゃんずっと何年も先生やってるから、もう拳どころじゃねえ、怖いよ、この中指ちょっと飛び出てる鬼みたいなあれやだ。で女子にバコーンだで。でも私も中学の時見たことあるよ、あの部活とかやってると特に体罰とかさ、私はほら吹奏楽部だったから別になかったんだけど、運動部さ、なんか新しい校舎でさ、上からこう上のガラス張りのところがあって下がこう見えるわけよ、はいはいはい、で下に1階にこの、あのバスケコート、あバスケコートっていうか体育館があって、うん、その体育館の横にちょっと屋根のついてる、うん、こうなんていうの、なんレンガ敷きのさ、なんかちょっと、うん、あの廊下みたいなとこがあって、うん、そこがこうそのガラス張りのとこがこう見えるわけよ、で、はいはい、私たちはいつもそのガラス張りの内側でこう練習してるわけ、はい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 、でそのなんか練習中にさパッてしてみたらさ、うちの学年でも結構こう身長高くてがっしりしてるバスケ部の男の子が、バスケ部の顧問にパーンってビンタされてぶっ飛んでるの見えちゃって、おお、やばいの見ちゃったね、やばい、もうすごい、そういうのあった時代よね、ギリギリね、あったね。でさ、うん、その時代にさ、そういうことが自分の子供にあったお母さんってちゃんと言いに行ってんだよ学校に。あ、そうだね。でもなんかやっぱりほら、まだその体罰っていうか、体罰って言った言葉がちょっとあれだけどさ、それが OK だった時代だったから、うんね、ギリギリね、なんかお母さんも言ったんだけどみたいなところはあったりとかしてさ、うん、今考えると、わあお母さんちゃんと自分の仕事してるじゃん、うんうんうん、子供たちの守るためにってやったから、うん、全然あのなんていうのかな、褒めてあげれるぐらいの行動なきゃ多分力ってか、なんだっけ、あそうやってさ、こう自分が出て学校に言いに行くことって結構大変じゃん、お母さん的にも。大変だよ。そうだ、いろんな人をこう敵に回すわけだからね、うん、でもそれはすごかったと思うけど、その時代は多分あのお母さんって言われてる時代じゃん。そうかもね。そう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 、そうね、厳しい時代ですよね、2000年代はね。2000年はそうだったね、ふんわりとこう変わっていく時代だったけどね。2000年か中学とかね、高校とかね。懐かしい、懐かしい。どんな子だった？え、だから私はさ、もうさ、こんな感じだったの、ずっと。なんか、中学校も高校も応援団長したし、うん、なんかもう、ついてるね、みたいな感じのだったの。結構恨まれたりしなかった？そういう子ってなんかさ、高校でさ、高校じゃん、中学とかでさ、結構あったかな、気づいてないでしょ。わからない、なんかね、結構先輩とかにほら目つけられるじゃん、そういう子って。だから結構目つけられたり、いじめられそうになったりとかしたけど、あの、うん、殴られたこととかはないけどね、うんうん、だけどそれがさあったからさ、あの自分の下の子たちは別に何もしなかったっていうか、別にまあ興味もなかったからさ、別になんていうのね、いじめとかそういうのはなかったけど、私はすごいされたよ。懐かしいね。懐かしいよね。学生時代ですよ、だから。ああ、そうだよ、そうだよ。ほんでさ、私たちが高校生で、私高校生だったじゃん。で、その後ちょっと、その2010年まであんねん。うん。あんねん。で、それがさ、自分がさ、その、高校卒業して、専門学校卒業して、働き出してる時期だったわけ。うん。時期でね。はいはいはい、で、うんと、私さ、もうダンスやってたからさ、クラブとか行ってたんだけど、うん、ダンスしに行ってる人だったわけ。はいはいはい、男探しに行くタイプではなかったんよ、うんね。だけどさ、一緒に行ってる友達とかそうかったかもしれんけど、うん、私はただダンスしに行く。だから結構汗かいて、わかる？クラブとかで。めっちゃ踊って汗かきまくるみたいな感じだった、はいはい。で、だからさ、一人で行ったりとかしてたしさ。うん、本当に。そう。で、別にそんなさ、お持ち帰りとかもないよ。ちょっと待って、一つ質問していい？あのさ、うん、クラブに行くじゃない、はい、でさ、クラブのドア開けました。ってなってんじゃん。そのさ、このさ、で、ってなってるところから、このダンスフロアまでちょっとあるじゃない、はい、
どこもね、うん、ダンスフロアがあってでバーがあってってなってるわけじゃない、はいはい、そしてダンスフロアに行ってそして自分もさこのダンシングモードにさ切り替える瞬間ってどこなわけ？こうえもうねってなってるところからもうこうやってこうやってこうやって始まってるわけ。いやあのねクラブに入る前にさ並ぶじゃん、うん、そこら辺じゃね。もうダンシングモード、それかもう電車の乗るところとかから始まってんのかや。でもさ入るじゃんクラブに入りました、はい、してうんちうんちって もっとうるさくなってるわけね、はい、外うんちうんちうんちってからドア開けてうんちうんちってなってるじゃんじゃあ、はい、でそっからもう踊り始めるわけ。どっから踊り始めるの？あちょっと待って、それ細かすぎじゃない？分かる。私はいつも不思議なの、それを考えすぎちゃう人だから。私はあ考えるとそうだよね。今かな、こうやってこう入っていくじゃん、スーッて、うん、スーッて入って、まあ、みんななんかこうやって踊ったりしてて、はい、なんか私はいつもどこら辺から始めたらいいのっていう感じなの。こうなんかちょっとスローリーにこうやってちょっとやってる感も出して踊り方なんて全然わかんねえよって思ってちょっとバー行ってくるっつって、はい、それ逃げる。あそれ逃げるタイプ。でもね、まずねクラブ入ってお金払うじゃん、うん、チケットだからもねやるじゃん。でその後ロッカー行って、なんかロッカーなんてあんだ。あるあるある、割と結構ある。でなんか荷物入れるとかさ、なんか冬場だったらジャケットとかあんじゃん、あそれとか入れるみたいな、うん、でなんか働いてきてから来る子とかだと靴買えるとかさ、あびっくりした。そうそうそう、靴買えるとかやって、でもとりあえずロッカー行くじゃん、うん、でそっからじゃあまずそうだねバー行こうねってなるね。ああそう でお酒持ったらおしゃれ行きましょうか。ああでそっから行くんだ。うん、なるほど、ね、そんな感じだったかな。そうあそう、それでねそのなんだっけ、そうクラブ行ってたの、あの一人で行ったりとかもしてて、でその日は、うん、と私の姉ちゃんと自分の姉ちゃんとあと姉ちゃんの友達、まあ、私の友達もある子3人に行ったのさ。で、うん、とあのねクラブに行って、まあ、その日踊ってました、まあ、姉ちゃんと遊んだりとか友達と遊んだりとか、うん、で自分でさ私 DJ の目の前でダンスしたかったから、はいはい、目の前に行って音を聞きながらって思ってたの、うん、でそれでそのさ DJ の前行って踊ってたら、あのね、一人男の子が目の前から来たわけよ、うん、で踊りだしたの私の目の前に、はいはい、だからああこの人一緒に踊りたいんだなと思ってさ、うん、踊ってたんだけど、その日ですね私が着てた格好っていうのがですね、髪が結構長かったんだけどさ、斜め下にこう髪の毛を持ってきまして一本ね、うん、でそこからさ三つ編みをしているんだけど、な結構長い三つ編みなんだけど、うん、そこにプラス深茂って言ってね、あのブレイダーの人たちがさ、まあ、あのブレイズするのに使うふわふわしてるさ、あの人工の毛があるわけ、はいはいはい、そのふわふわしてるやつをこの自分のさ三つ編みに巻き込んで、ああめっちゃ長い三つ編みしてるわけ、はいはいはい、かわいいよパッと見、うん、オッケー、うん、めっちゃ長い三つ編み、オッケー、うん、でそれでクラブ行って、ほらそのお兄さん目の前に来たじゃん。さ私がさ私と初めて会った時、私はさ三つ編み長い三つ編みをしてるかわいい子だったわけOkay? で、はい、踊りました。はい、踊り始めましたよ。はいはいはい。ってさ、ちょっと時間経ってさ、ふって見たらさ、自分についてここについてたはずのさ、三つ編みがねえなってるわけ。髪の毛がめっちゃ短いのがボンみたいな感じなのね。で、あれみたいな。だけど、止まれないじゃん。うん、なんか、お動揺もしたくないじゃん。うん、私の毛どこ行ったみたいな。私の毛どこ行ったと思って、クラブの中でそこさ、暗いんだけどさ、こうやって探すんだよ。だからないわけ。で多分このさ初めてこうやってこの目の前に来たお兄ちゃんはさ多分亡くなったのを見たのか分からないけど、うん、なんかでもそれを気づかれてるのかなっていうのもちょっと恥ずかしいし、うんうん、でさ自分はさそれでこう暗い中探すのしたらさあのこのバーテンダーとかの働いてる子でね小さいライトをこうやって照らしながらさテーブルにあるこのなんていうの使い終わったグラスとかをさこうやってカップとか回収してるお姉ちゃんとかいるわけで、その人がさこうやってもうさすごい汚いものを靴下ピックアップするみたいな感じで私の三つ編みをこうやって持ってるわけよ。でそのライトでこうやって照らしながらハハハハって笑ってんだ。でも私それ見た瞬間にさスッてもういなくなった。さようならって。そうで姉ちゃんとこ家に行ってさ、うん、ねえとか言って髪の毛がねえとか言って、ですげえ気に入ってたから持って帰りたいなと思ったんだけど、うん、でもさそこに行ってあのその毛私のなんですって言えんじゃん。恥ずかしい。それはさすがにめっちゃ恥ずかしかったから、うん、もらわないで帰ったよ。だから多分捨てられたと思うんだけど、いろんなものが落ちてそうじゃないクラブ。いや怖いよ、うん、見たくないね。ねえしかも、うん、汚いしね。私はもう全然クラブの人間じゃないからさ、はい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 、もうクラブなんて行くなら家でアニメ見てたいみたいな人だからさ。でも今はだるいよ。もうこんなん私19歳20歳21歳だからできたらあれだもん。今はもう
きついな。だるいだるい。だからあれよ、あのクラブ行きたいとは思わんもんね。あ、本当。うん、なんかあのボーイズ2メンのあのコンサートは行きたい。わかる。だからそれをコンサートはいいね。2時間ぐらいのコンサートは絶対に行きたいけど、うん、こんな朝までね、ヒール履いてダンスなんてみんなもういいって。だるい、ね。うん。クラブとか本当に。私のせいだけど、私みたいな人間が行くとさ、最初さこうなんか、おすごい新しいなって思うわけよ、はいはいはい、ツッツッってやってんだけど、うん、だけどだんだんさ、私これでいいのかなって思い始めるわけよ。ああ分かる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 。これやってて私今幸せかなってなんか自分を振り返り始めちゃうわけ。なんか、なんかお酒も飲んでるし頭ぼーっとしててさ、うん、なんかこんなことやるために私生きてきたのかな。あ、でもそれは思う。てかそれみんな思ってると思うよ、比べる人。だから集まるんだと思うの。あ、そっかそっか。絶対そう。どんだけ楽しそうにしてる人でもそうやって思う時あると思うんだよね。あ、なんかだんだんなんか我に返り始めてさ、はい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 、なんか、うん、おしみたいな、帰るか。もうただ疲れるだけやんみたいなね。家帰ってアメトーク見たいなみたいなさ。そう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 。だからね、クラブにいろんな気持ちで来てる人いると思うけど、なんか私は本当にダンスしに行ってたから、もうそれ以外はないと思ってた。だからさ、こうやって会う男の子と踊ったりとかするじゃん。でもさ、あっちが考えてること違うじゃんね。あ、私が思ってる、ね、私ただダンスしてるだけですけど、うん、でも こっちはさ、お、この子ダンスしてくれるならって思うわけでしょ。あ、はいはいはい。だからさ、私それでフッていなくなったりとかすると、追いかけてきたりとかしてさ、へー、あれ どこ行くのみたいな、お姉ちゃん、お姉ちゃんとこみたいな。もうセッション終わったんで、みたいな。そう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 。そうそうそう。そういうの結構あったね。で、怒らしちゃったこととかあったよ。うん。What are you doing? みたいなさ。なんか、その、一緒に踊ってた男の子と、あとさ、ちょっと時間が経ったとか、同じクラブのところでね。違う人がさ、お酒おごってくれるっていうからさ、それでバーのところで、へーへーへーって言ってたら、あのさっき踊ってたやつが、お前何やってんのみたいな、俺の女だろってっていう感じなわけ。あ、で、あともうなかなか後々友達に聞いたら、そうらしいんだよね、クラブのそういうシステムって。私は分からなかったんだけど。そうなんだ。そう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 、なんかその日見つけたことを踊るんであれば、もうこいつだみたいのがあるみたいな、ね、今日はこいつみたいな。そう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 、私そんなん関係ないからさ、知らんがなみたいなね。そう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 。もうそんな感じで生きてきましたよ。懐かしい、クラブの話です、ね、懐かしい。いや、懐かしいですよ。そんな感じ？そんな感じなんですよ。もう話した？いや、うん。もっとあるっちゃあるけどさね。なんかわかる。なんかわかる。なんかさ、汚い話とかさ、あとはなんかこう、ちょっとこう、地元すぎるとかさ。ああ、あるね、あるね。身内すぎるとかさ。あるあるある。そうなっちゃうんだけど、そうなったらほら、言いたくないじゃん。まただからちょいちょい思い出したらね。そう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 。まあこのポッドキャストはまだまだ続くので。まだまだそうですよね、はい。ということで、皆さんもなんか思い出したんじゃないの？ねえ。こういう話聞いて、コメント欄にまた書いてくれるんじゃないみんな。はい。書いてよ。懐かしの。面白いやつ欲しいよな。欲しい。面白いやつ。面白いやつ欲しいって。もうね、何事も失敗とかも全部ネタにしていくしかないんだって。そうだよね。そうだよね。なんかプライド高くいくよりかは、うん、笑ってた方が勝ちと思うわ。そうそうそう。うん、そんな感じです。はい。ということで、はい、本日もありがとうございました。今日も聞いていただいてありがとうございました。私たちは、またここで考えるモーメント。ポッドキャスト、アンカー、アマゾン、Google、Spotify、Yes。でもちろん YouTube もあるので、そうですよ皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。という感じで、はい、では本日も終わりますか。はい、聞いてくださりありがとうございました。また次の週で、そうですね、はい、お会いしましょう。それではおやすみなさい。